はい、ということで今週も始まりましたハイチのダラダラジオ。今週はもしかしたら車の音が聞こえるかもしれません、たまにやってる息子くんの習い事の待ち時間で車の中で話してます、はい、もしね車をふーんって通る音聞こえたらそんな状況なんだと思ってぜひねお付き合いいただければと思います。で今週はタイトルにもありますように嵐について語っていきます。先日ですね嵐の映画を見てきました。今ねライブのやつがやっておりまして、でしかもちょっとわがまま言ってドルビーシネマっていうものすごいこう音響とかにこだわっているのが関東にあったので、そこでねちょっとマネージャーさんに無理言ってチケット取ってもらってそう見てきたんですけど、でそれのこととか、まあ、自分にとって嵐が何なのかっていうのも少しね話していけたらなと思ってます。とはいえですね、私は別にファンクラブに入っている人間とかでもないので、まあ、そういった方からね見たらさ、まあ、にわかというふうになっちゃうかもしれないんですけど、やっぱり同世代っていうこともあったりとかで、嵐のデビューシングの嵐8ミリのねまだ CD だった時に、私ちょうど中3だったのかな、当時買って、ポスターがね、これお父さんお母さんの中でもしその CD 買ってで記憶ある方いたらちょっと共感していただけると嬉しいんですけど、ポスターついてたんですよね。で今振り返ると私ポスター貼れなくて、なんか男が男のアイドルのポスター部屋に貼るのはなんかかっこ悪いとかって思っちゃってたのよね。そう、そんなことも思い出したりとかで、今回あとネタバレはねあまりしないようにするんですけど、まあ、セットリストはね出てると思うのでライブのだからちょっと歌がこういう歌が歌ってましたよっていうのを話そうと思うんですが、すごいね不思議な感情というか、まあ終始ねずっとうるうるしながら見てました。でそのうるうるっていうのはすごくいろんな感情がちょっと混ざっていて、まずは嬉しかった。やっぱり大好きな嵐がやっぱり5人揃って歌ってる姿っていうのを久々にこうね見ることができて、でセバさんのドルビーで見たからすごかったんですよ。もう音とか本当ライブ会場にいるかのような感覚になって、でそこやっぱ嬉しかったっていうのと、今はちょっと休止中だから今は見れないんだっていう寂しさとか、なんかいろんな感情でうるうるしてたんですけど、私がですねこう涙腺が耐えられなくなった。結構ずっと耐えてたんですよ、頑張って。ほとんど満席みたいな感じだったから、でしかも右にね男の子の若い大学生ぐらいの男の子2人が座っとって、やばい泣いたらまずいとかって思いながら見いたからさ、もう頑張って耐えてたんですけど、私はもうね裸足の未来でね耐えられなくなってね、もう涙でしたね。はい、で自分でねこう嵐を見ながらこうなんでこんなに心を動かされるのかなとか、なんでこんなに心惹かれるんだろうなって思ってたんですよ。まあ、それは好きっていうのもあるしね、当然ずっと好きだからさ。でもさっき言ったように同世代で一番嵐の中で学年で言うと一番下が二宮さんと松本さんなんですよね。で二人が私学年が1個上なんですよ、松本さんと二宮さんが。ほぼ本当に同世代なんですね。なので中学の時から同世代の男の子がこうテレビで活躍してる姿がずっと見てきて、で、正直言うと当時はすごく悔しいというか、自分には何もないと思ってて、まあ、いじめとかでちょっと苦しんでた時期にもあったから、もう違う人種だとかね思ってたりとか、自分には何もないのに同世代の人がこんなに頑張ってるのに私は何もしてないみたいなね、なんか自暴自棄までいかないけど自分の情けなさとかにこう打ちひしがれている時期だったんですよ。でもやっぱりずっと生活には嵐がいてね、歌はずっと聴いてきて、で今でも20年経ってもこう活躍されて、いろんな方に勇気とか希望とかエネルギーとかをこうね渡せる存在じゃないですか。まあそんなことも思っていろんなことさ、過去のことも思い出したりしながら見てたわけですけど、見ながらずっと思ってたんですよ、私はなんでこんなに嵐っていうこの5人に惹かれるんだろうって、何がこの人たち彼らの何の部分が俺がこうなんていうのかな、こう惹かれてるのかなっていうのをちょっとなんだろう、自分の感情に言葉をつけるのが私すごく好きというか、そうしないとすっきりしないんですね。なんでっていう、なんとなくが嫌なんですよ。だからそれをずっと考えながら見てて、で一個ふとねこう腑に落ちた瞬間があって、一つはやっぱり安心なんですよね。
まあ、他の方のライブそんなにいっぱい見たことないから、その他の方もそうなのかもしれないけど、嵐の5人ってすごく楽しそうにライブをされるんですよね。こう歌ってる最中にちょっとふざけてみたりとかさ、あるじゃないですか。まあ、分かる方には分かると思うんですけど、ああいった感じでやっぱ楽しそうにしてるところだから、そこの彼ら5人を見てたらもう安心しかない、そうほっとするというかね、なんかそういったものがまず惹かれるとこなんだろうなっていう。やっぱ世の中、生きてるとさ、いろんな不安なことがあるじゃないですか。でも彼ら5人を見てると、もちろんね、その見えないところというかではたくさんの悩みがあって、たくさんの葛藤とか衝突もあったかもしれないけれど、でも私たちが見えてる、私たちに見せてくれているそのシーンっていうのは、やっぱりキラキラしてて楽しそうでっていうのがある。そこには何もこう考えずに安心とっていうのがね、感じるのが一個私にとっての魅力というか、彼らを見たいって思うとこなんだろうなって思ったんですね。でもう一個が一番こう腑に落ちた瞬間なんですけど、私あれなんですよね、昔よりもやっぱ今の方が嵐に惹かれる気持ちが強いんです。年々強くなっていって、その時に思ったのが、まあね、嵐の5人ももういい年齢、いい年じゃないですか。私もそうですけど、で自分が子供の時、学生の時に私大人になりたくなかったんですね。それは、まあ、もちろん、まあ、ピーターパンとかね、そういうこともあるかもしれないんですけど、自分の周りに、楽しそうに仕事をしてる大人がいなかったんですよ。あんまり仕事っていうのは辛いもの、仕事っていうのは愚痴が出ちゃうものみたいな、でいう人が多かったので、なんか大人になるのがすごく怖かったですよね。大変なんだろうな、辛いんだろうなって、仕事ってなんか辛いことを耐えてお金を稼ぐことなんだろうなってずっと思ってたんですけど、でも嵐の5人はさっきもね、ちょっと話かさかぶっちゃいますが、楽しそうなんですよね。あんなに楽しそうな30代後半、40歳リーダーとか40歳かいないなって思ってて、いや日常ね、今本当に仕事でいろんな方に出会わせてもらうからたくさんいるんですよ、いるんですけど、でもそれのなんか、頂点というかね、あそっかって、俺はきっと学生の時から求めてた楽しそうに仕事をする、大人になるって楽しいんだろうなって思わせてくれる人にずっと出会いたかったんですよね。で俺がこの活動してる時も、子供たちに姿で見せる、背中で見せるっていうのを一個テーマにしてて、いろんな葛藤があるし、いろんな悩みがあるし、いろんなしんどいことあるんだけど、でもそれでも一歩ずつ前に進めていくと、すげえ楽しい人生が送れるんだぜって、楽しいぜ毎日、辛いことはもちろんあるけどね、でも楽しいんだよって、そうなれるんじゃないかなっていうふうに思ってほしいって、ずっとこの10年間思って活動してるんですけど、なんかそれをね、ドーンってもうパワフルに力と突きつけてくださったのがやっぱり嵐だったの。だから見ながらね、自分昨日じゃねえや、これこの前見た時に、アップテンポの曲の方がすごい涙腺に来るんですよ。基本的にバラードとかの方が涙腺ってちょっとこう刺激されやすいじゃないですか。いや普段そうなんですけど、でも今回に関してはアップテンポの曲の時にすごい来ちゃって、で話の未来でもうドーンってなっちゃったんですよ。もう最初の、まあ最初のとかいいか、あのオーイエーとかもね、もうワーンってなってましたけど、そうやっぱりこう楽しそうに笑顔で、こういる姿、この嵐を見てたくさんの学生たち、まあ、たくさんの方たちもそうだけど、たくさんの学生が大人になるって悪くないかもなって思うんじゃないかなって思ったんですね。それを、そこだなって、きっと学生の時に得られなかったもの、置いてきてしまったものっていうのを今自分が回収させてもらってるんだなって思ったんです。そうだから、もちろんそれ以外の感情もたくさんね、わーってなってましたけど、ああそっかって、自分が嵐に心ときめく、心惹かれるのはきっとそこなんだなって思った瞬間、自分の感情に言葉がつけられた瞬間に、すごくすごくすごくエネルギーをもらったというか、
もう感謝しかなかったですね、はい、っていうまとまりのない話だったんですがここまでお付き合いいただきありがとうございました。自分もまあ自分もって言ったらおこがましいね、でも規模は違いますけど、改めてね子供たちとさこう接点を持たせてもらえる活動をやってるから、きっと来年もたくさんの学校にお邪魔して、ね、実際に子どもたちと会える機会もあるだろうし、今年はなかなかね交流会っていうのが難しくてコロナの関係で、だけどきっと、まあ、オミクロンが今ちょっと怖いところではあるけど、落ち着いてさサインしたりとか一緒に写真撮ったりとかも OK なとこが出てきたら、なんかその中でこう伝えられるもの、感じてもらえるものっていうのを与えられる人間でいたいなって改めて思いましたね。ですごい生意気な最後にね、生意気なんですけど、やっぱりね夢っていうのはね自分で口に出していくものだと思ってるんで、これずっと言ってるんですけど、身近な人には特に私ね嵐にね会います。会うの目標です。はい、これは別に仕事になるかもしれんけど、嵐の皆さんとどっかでお話しする、実際に、言葉を交わすのが私の目標なので、はい、叶えてみせよう。生意気だなんて言わないでね、叶う気でいいだろうとか言っちゃダメだよ、はい、でもそれはね本気なんだ、やっぱり情熱大陸が大きかったね、10年かかったけど、でも無理な夢なんてないんだなって思わせてもらったから、ちょっと頑張る、まだ36だからなんて夢を最後に伝えて今回は終わりたいと思います。はい、ということで今回もねここまでお付き合いいただきありがとうございました。ダラダラジオもあと2回かな、年内ね、まあ特別なこと特にすることはないんですけどまた次回もね何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ聞いてみてください。では今週は以上でございます。また明日から1週間お互い頑張っていきましょう。それじゃまたね、バイバイ。